森山周一郎、森山周一郎、森山周一郎、本名、大塚博1934年7月26日体は、日本の俳優、声優、ナレーター、愛知県出身、身長173センチメートル、体重76キログラム、周囲96センチメートル、所属は、劇団東芸を経て、株式会社オフィス森山、 愛知県名古屋市に生まれ、小学4年生から高校卒業まで犬山市に疎開する。愛知県立犬山高等学校卒業。高校時代は野球部に所属、日本大学芸術学部映画学科中隊。劇団東芸第一期研究生。俳優としては、刑事ドラマ、特別機動捜査隊にセミレギュラーの刑事役で出演する一方、 1970年代から90年代にかけての前世紀の時代劇やアクション系作品では黒幕や暴力団幹部などの重厚な悪役として活躍した。近年は老紳士の役などで演熟味のある演技を見せている。声優としては吹き替えの早々期から数多くの洋画吹き替えで活躍し、特にジャン・ギャバン、リノ・バンチュラ、スペンサー・トレイシー、テリー・サバラス。 チャールズ・ブロンソンのようなハードボイルドな俳優を多数担当した。アニメではディズニー作品をはじめ、ジブリ作品、紅の豚のポルコロッソ役が有名である。やや学生が勝った低い音質を持ち、渋い男性役にあたることが多かった。本人は小学校2年生からこの恋ですと語っている。その性質から主に悪の組織のボスや悪役を担当することが多い。 しかし、洋画作品では、ギャバンやブロンソンのようなハードボイルドな二枚目も演じており、善人、悪人問わずこなす演技を見せる。テレビ CM やバラエティ番組などのナレーションも多く担当している。女優の赤ザミヨは親戚である。舞台出身であったことから NG を出すことは、ほとんどなく、中川忍などの監督らに気に入られていた。また、 カンニングを行うのも上手かったと自負している。渋い声質を買われ、20代の頃からフランス映画スター、ジャンギャバンの吹き替えを担当した森山より30歳上。テレビ洋画劇場初期からギャバンの吹き替えを当たり役にして活躍したが、ハマり役であったために、ギャバン死後の一時期、本人の回想では、森山も引退かと囁かれるほど仕事が減ってしまったという。 しかしその頃 TBS 系でチャールズ・ブロンソンの吹き替えの依頼があり、その演技が評価されたことで、再び脚光が当てられ、後の大ヒットドラマ、刑事・コジャックに抜擢された。以降、特に TBS 系でブロンソンの吹き替えを何本か担当、大塚千下の次に多くブロンソンを担当する役者となった。ブロンソンの吹き替えについては、ブロンソンは合わないと思った、生態の謝罪から、 所詮自分の声で演じるしかないけど、それでも声を潰して似せようと思って、タバコと酒をバカバカやって、その後の声を鼻に通すと、ブロンソンっぽくなる。それでやったら、業界で好評だったんだと回想している。当たり役となったテリー・サバラス主演の刑事・コジャックの吹き替えは、当初、映画でサバラスの吹き替えを多く担当していた、大平トールに決まりかけていた。しかし、 当時のディレクターが吹き替えのためには声優もオリジナル俳優と同じ格好で生活してリアリティを出すべきだと主張し太平に対して丸坊主になるよう要,要求。しかし太平は当時抱えていた仕事の都合で停発するわけにはいかず、小弱役を断念した。結局、ディレクターの要求に応じられた森山が吹き替えることになった。森山が一時丸坊主にしていたのは これが理由である。近年の洋画吹き替えの衰退ぶりに憤慨しており、たびたび辛辣なコメントを発する。とり、ミキによるインタビューの際、若手で注目に値する人はいないですかとの質問に、対し、だから、いつまでたっても、野沢なちが新人なのよ。本人はベテランだと思ってるかもしれないけど、俺たちや、もうちょっと年上の人たちに言わせれば、野沢なちは、新人と回答したのが、 書籍にもろくされており、野沢以降に登場してきた俳優たちの声の仕事に感銘を受けたことはない、と苦言を呈している。また、声優学校によって技術は向上したが、確一的な演技ばかりになってしまったとて、声優学校を諸悪の根源と評している。大の中日ドラゴンズファンとして申しられ、マスコミ関係者の中日応援団、我らマスコミドラゴンズ会、通称、 マスドラ会の二代目会長。初代は、作家の深田雄介。2012年に、会長職を、白戦者常務取締役の津波治に譲り、津波の成果により、平野一子、フリーアナウンサー、TBS ラジオ、全国子ども電話相談室五代目電話のお姉さんが、現在の会長を務めた。また、東京芸能人野球連盟会長でもある。ゲストとして出演した。 野球中継では解説者と対等となるほどの多弁さを発揮する。特に2005年5月3日、NHK による中日ヤクルト戦の中継にゲスト出した際は実況の雰囲気を壊すほどに発言が多かったため視聴者からの苦情が殺到したという。この時の中継では解説者、小早川武彦がスムーズに解説できるようにチャイムを用意して、 森山の独上になりそうな場面に対応していた。アマチュア野球にも造形が深く、年間30試合に出場し、ゴルフと共に、現役プレイヤー、芸能人野球大会、特に、オールスター夢の救援でのジャッジぶりは有名では、主審を務めていた。その影響か、シルバー仮面ジャイアントの序盤のナレーションにおいて、ジャイアント仮面を、ジャイアンツ仮面、 ジャイアンツ仮面にご期待くださいと謝って、連呼しておりその部分は修正せずに放送されている。アニメ、キャプテンでは、青葉学院の監督を演じた。また、芸能文化人、ゴルフ道公会代表でもある。1977年に、TBS 系列で放送された、人形劇、飛べ。孫悟空に、悪党ゲパルツ団長の声で、ゲスト出演。通常、 ゲストの人形は本人の顔をイメージして制作されるのだが、当時、森山イコール刑事、コジャック、サバラスの声で視聴者に知られていたため、サングラスに軍服姿のテリー・サバラスをイメージした人形が作られた。ちなみに、ゲパルツはツルッパゲを逆さ読みしたものである。2017年、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。